どうもこんにちは、エビフライです。レイムです。牛乳です。ミルクです。そしてそのツッコミがうるさいマリサがバナナです。しばくぞ。というわけでバナナさん、牛乳さん、え、この名前で貫き通すの？というわけで隠れていきましょう。レッツかくれんぼ。視聴者もろとも置いてけぼりにしないで。というわけで最初のステージはショッピングモールです。スタジアムだよ。スタジオだろ。てか今日お前ら嘘つきすぎだろ。嘘つきの牛乳とエビフライの実況になってるからな。いやいやマリサ、いやバナナもいるよ。言い換えるな。あの私もいます。誰誰誰、え、言い忘れたけど、今回からの実況メンバーは、プレイヤーのミルク、絶世の美女白霊レイム、ツッコミ担当マリサ、たまに出てくループ主、の4人体制でやっていくよ。いや、牛乳とエビフライとバナナです。今までそのネタ引きずってんだよ。僕なら呼び出せますよ。ポンポンポン。バナナだぜ。ここはフリー素材実況じゃねえんだよ。てかなんでバナナだけちょっと特殊なやつなんだよ。それはともかく、モノ変更でカメラになっちゃったけど、ここで大丈夫かな？周りの人たちが、盾になってくれるし平気だよ。が放たれたぞ。初めてだしなるべく長く残りたい。椅子が顔文字やってるな。やっぱりじっとしてるのが一番だよ。復活できたし今度こそ生き残ってみせる。ていうかなんでこの人バレてないんだ。資格だったりする？すぐにバレると思うけどな。なんでこの人はバレてないんですか？これでこの場所はすげえな。鬼も混乱してるし。もしやこの人が鬼たちに暗示を？んなわけあるか。ということで、次のステージは島次郎です。基本的に定位置で勝負する感じか？なんとなく物変更をしたい。熊だな。しょうもないこと言ってもいいですか？なんだ、言ってみろ。この熊唐揚げに見えてきた。本当にしょうもねえな。あ、野生の熊が現れた。お前も野生だろ。せっかくだしついていこう。合計熊3匹になりました。肉壁が増えてよかったじゃない。お前はすぐ他人を盾にするんだな。いざとなったらマリサを盾にするわ。バナナじゃねえか。てか特殊なバナナやめろ。というわけでかくれんぼスタート。動物の数暗記されたら厳しいけど。うわ、待って狩猟してるでしょ。解体業者もいるじゃねえか。やばい、このままだとハントされ。まあ復活あるしいいかな。あれ？え、なんで画面が切り替わったんだ？ですね、かくれんぼが落ちました。撮影にトラブルはつきものということで、公園で豚の人形になりました。うちの上が無難かな。リスチネの前じゃねえか。逆に見ないんじゃないかな。なんだこのカメラアングル。あれ？やばい、なんか変なボタン押しちゃった。トラブル起こしすぎだろ。帰ってきた。なんかめっちゃこっち見てる。うるせえ。ふう、なんか助かった。他の人はどこに隠れてるのかな。他の人の隠れ場所を参考にするのもいいかもな。物の解放してないから、小さいのになれないです。虹鬼作って満足したので、物解放忘れてました。普通にアホなの笑う。それと報告があります。機種変更したので、かくれんぼが最初からになってるのと、前使ってた名前である、キチオチャンネルはもう存在しません。そのフレーズだけ聞くと、中の人死んだみたいになるね。マジでやめて。なので、今かくれんぼ内で、キチオチャンネルという名前がいたとします。それは偽物です。ちょっと、鬼がしつこいんですけど、札束に手を出すなんて、わかってるじゃない。お前は金にしか目がないんだったわ。ごめん。そこは否定しろよ。この荷台の下に避難してやり過ごすよ。鬼に見られてないか？大丈夫か？あ、なんかバレてないかも。なんかやり過ごせそうだよ。もてあそばれてる説ない？そう、そんなはず、あるかも。あるんかい。今完全にロックオンしたよね。やばいよね。早く逃げろ。あれ？あ、やっぱ殺意むき出しじゃん。ああ、鬼は苦手だから、全く貢献できないよ。あ、鍵ヒント。植木が邪魔でヒント取れないんだけど。絶妙な位置に出現するの笑う。でもまだこれからなんだよ。かくれんぼは厳しい世界なんだね。上手い人は定位置で勝負せず、隠れたり擬態したりするらしいぞ。ここは普通じゃない場所に隠れるのはどう？というのは冗談で、このゴールの裏に張り付いてみるよ。思ったこと言ってもいいですか？なんだ、言ってみろ。このサッカーボールおにぎりに見えてきた。だからしょうもねえな。先駆者いるけど、この隠れ場所普通に強くない？まあ長生きはしそうだね。ラットランでも天才って言われてんじゃねえか。いやぁ、天才でごめんね。私が天才だわ。何言ってんだ、ウプ主含めて全員バカなんだわ。風評被害って知ってる？なんかバレたんだけど、ダンクシュート決めてんじゃねえか。ちょっと、場所が狭くてうまく動けないんだけど。まだだ、このゲームは逃げるのも一つの戦法だ。でもこの状況で、ここを抜け出すのは至難すぎる。うわぁ、びっくりしたぁ。画面めっちゃ震えてんじゃねえか。なんで私はダメで、この帽子は助かるの。消えろ。うわ、そんな怨念込めても無駄だからな。本当に消えたんだけど、怨念が効いたみたいね。ゲーム落ちただけだろ。お次は下水道のベッドになりました。ベッド仲間さん、こんにちはー。
しね。怖っ。なんか怖い人だったので別のものに変更しますね。皆さんやりました。適当な場所でも隠れきれるんですね。これはいけたな。モサが多い分残るのは難しいんだな。なんでー。どんまい、ミルク。あ、ゆっくり仲間がたくさんいるー。何してんだ、早く戻ってこい。このゲーム実際にやったことありますが、普通に面白いゲームです。え、だからなんで私はダメで他の人は許されるんですか。は？待てよ、この消火器の後ろとか良さそうじゃない。やったー、この厳しい世界で生き残ったよ。あのさ、最後まで生き残ったはいいけど、なんかあんまり面白くない。は？復活してからが腕の見せ所なんだよ。そこはいずれバレるだろ。残り時間半分を切ったけど、バレる気配ないよ。っていうかまた褒められてんじゃない。ちゃんとびっくりマークもついてる。そこかい。なぜびっくりマークがついてるのかというと、ミルクだけだと他にプレイヤーがいるからです。頑張る宣言もしたことだし、このまま生き残りました。え？というわけで、最後はブロックワールドやって締めましょう。ローゼ、やられて終わるんだろ。いや、最後に奇跡起こすかもだよ。マジで？向こうの爆弾投げてきた。そういえばこの植物の中って入れるよね。そうだな、旗から見たらどうなってるか知らんけど。きっと見えてないでしょ、多分。二人目は完全にすれ違ったけどな。これ通った人奇襲できるんじゃない。あ、来た。待てー。めっちゃ逃げられてんじゃねえか。追いかけて倒すのって難しいんだね。あ、爆弾。めっちゃ爆発してんじゃねえか。あ、残り二人、一騎打ちじゃない。うん、なんだどうしたんだ。あのさ、このまま倒していいのかなって。まさかお前。いやー、動画的に死んで落ちにするのがいいと思うんだけど。いやー、いくら勝ったら動画映えが落ちるとはいえ、ここは別に勝ってもいいと思うが。どうしよう。おいおい、なんで爆弾を地面に。ダメよ、落ちをどうするか決まらなすぎて思考が停止しているわ。は、閉まらねえ。ええ、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。皆さん、これが一番ダメな締め方です。よろしければグッドボタン、高評価よろしくお願いします。それ同じだわ。というわけで、地味に初めて霊夢やマリサを呼んで実況をしてみました。あと動画の更新頻度がひどくてほんとすいません。今年と来年は忙しくなるので、なおさら動画投稿減るかもです。ではまた次の動画でお会いしましょう。